大学も中退してますしで就職もちゃんとはしてませんし普通と言われるようなライフステージの変化は全て乗り遅れてきてしまってますのでこう何か評価されることで免許が欲しいとすぐ思ってしまうっていうここにいていいのかなって思ってしまう。 小川陽子さんんんの小説多分俺全部読んだと思うんですよ、えー、今新刊が出るような方では多分一番好きな小説家さんで全部多分読んでると思うんですけど中学生ぐらいの時から割とこう純文学っぽいのが割と好きになってきてえまあ図書館にある純文学って言ったら「太宰治だったり」とか「芥川」とかそういうちょっとまあ古い方のやつが多くてまあそういうの結構読んでたんですけど。 中二ぐらいの時に妊娠カレンダー初めて手に取って読んでみてなんかあこんなグロいというかこと書いていいんだと思ったしこんな答えがわかんないこと書いていいんだと思ったんですよね結構内容としてちょっと倫理的にも良くないしかなりグロテスクな話なんですけどあ小説ってこれも入れれるんだなというかっていうので グッと本が好きになったタイミングで読んだ本。まあ主人公がいてお姉さんがね妊娠されてるんですね。でお姉さんはつわりがひどくてみたいなこういろいろあって。 で主人公は大学の時になんかちょっと怪しいサークルみたいなのでアメリカ産のグレープフルーツにはなんかこう染色体とか遺伝子みたいなのを壊すやつが入っててそれを摂取するとこう胎児が危険に生まれてしまうみたいなことがありますよっていうのを大学でちょっとアイスサークルで見聞きしててそれを思い出してつわりが終わったお姉さまにずっとそのアメリカ産のグレープ フルーツのジャムを作り続けて,っていうまあ話なんですよね私は破壊された姉の赤ん坊に会うために新生児室に向かって歩き出したって生まれてあの破壊されてるであろう赤ん坊を見るために、まあ、病室に行くっていうので終わるんですけどこんなその人の中のグロさというか一般的な暴力性じゃないじゃないですかこう人を殴ってやろうとか。 えー、言葉で傷つけてやろうじゃないこんな暴力性だとか残虐性みたいなのが、えー、本になるんだというか絶対に言っちゃいけないことだってやっぱ言われてるし中学生なんて。がこんなに面白い本になるんだっていうのが中学生の時に結構衝撃だった。 え名前のない感情なんてないって思ってる節がちょっとあるというか中学生なんて自分で、えー、言語化できない感情って泣くとか怒る以外の感情ってあんまよく分かってないっちゃ分かってない気がするんですけど中学2年生ぐらいで読んだタイミングで世界一わけ分かんない感情だしと思ってあとまあ行われてることの、えー、そのグロテックスさと。 だけど小説として全体としてやっぱ文章が美しいだっていうのは思ったのでこれはわりと「美しい文章」ってまあ簡単に言うんですけどまあいろんな種類が多分あって。 その人の文体にもよりけりだし、えー、いろんなことが多分あると思うんですけど一番多分自分の中でこう最低限というか一番美しい文章いろいろ読んできてすべての共通項はやっぱり簡単な文章であるっていうのが多分でかい気がします読みやすい読みにくいというよりはその文章の中に、えー 余分なものがない感じ必要最低限のものしか書かれてないっていうのが多分一個美しい文章のすべてにおいての共通点みたいなのがまずある気がしますつわりはずぶ濡れのブラウスのようにじっとりと彼女に張り付いているっていうのが、えー、この小説の中でわりとかなり好きな文章なんですけど まあね、比喩みたいなのが、まあ、美しいなと思いがちだと思うんです人って。でご多分に漏れず私もそうなんですがずぶ濡れのブラウスのようにっていうのが、えー、こう納得感がもちろんあるじゃないですか普通にね。それぐらいこう肌に張り付いてしまっている感というかのを想像してそれがつわりの比喩になってるっていうのがまず納得感がある。つわりというものが えー、もう実体のない病気みたいなものだけども、えー、肉体の感覚として伝わってくるようなまず表現であるし、えー、この本は女性の、えーまあ、バイトかなんかで働いてる人かな20歳ぐらい二十何歳とかの人が主人公なのでその人が思いつくであろう比喩であるというかそこに整合性がある感じが それもないいいととやっぱり美しいと思わないでいて座りはずぶ濡れのブラウスのようにじっとり彼女に貼り付いているっていうのに過、えー、不足がない感じがするというか。っていうのが多分いくつか揃ってああこの文章好きだなってなる。 中学生ぐらいから割と年100冊ぐらいをずっと続けてきてて去年とかまあ自分でこう小説を書くお仕事をし始めて初めて100冊超えなかったんですけどある意味だらだら読んでたというか結構生活の一部みたいに読んでた感じがしてそういう意味ではえっと去年小説を書き出したタイミングで読み方変わった気はしますね。 セッちょ初めて言いました。セッちょ<あ>初めての短編集でございます。セッちょです。<music> なんだろうな。俺一回も料理したことないんですよ人生で。でも。 料理したたことある人って食べたタイミングで何が入ってて多分考えるじゃないですかみたいなことが多分まあ小説でも起きるんだと思うんですけどなんか割と書く前はパンチラインが好きだったと思うんですけどそのパンチラインとパンチラインの間をつなげる、えー、何でもない文章が小説書いてると一番難しくてパンチラインが面白いのは多分みんな面白いし誰が書いても 自分の中で面白いと思っていることを書いたら多分面白くなるんですけどその中間にある、えー、全然面白くないとこ割とここを読める文章というか読ませる文章にするのが多分死ぬほど難しいなとか、うん、それ割と思いますね。小川陽子さんはめちゃくちゃゃく参考にするんでするでけど例えば大学生が主人公だったら 大学生の女の子が主人公だったら大学生のもの子の,、えー、物の見え方とか、えー、比喩の思いつく比喩だとか自分が読んでてあ俺は今大学生の女の子なんだっていうのを一行も外してないというかパンチラインで大学生の女の子の目線なのはもちろんそうなんですけどその間の部分、えー、情景描写の部分とかで割と。 素の俺みたいに書いてたりとかあここ全然大学生の女の子じゃない感じ急に麻雀の例えとか出てきちゃってるな俺が書いてるからみたいなのが書、えー、いてると往々に起きるしで書いてる間はね小川洋子さんは多分それを多分すごく気遣って書かれるんだろうなというか主人公の目線とか主人公の感じ方を どの文章も一回も外さないようにすげえ気をつけるんだろうなっていうのを、えー、それはでも書いいててから読み直して思いまし思またそれまで割とほぼ全部読んできたんですけどそんなこと思ったことなかった一番大きいのは多分喋るのがあんま上手くないんですよね。 そそもそもこれはテレビに出て面白い話ができるかどうかというよりは例えば友達とかとうまくコミュニケーションをする力というかが多分あんまりえ人よりも苦手こういうそれこそあのインタビュー系のやつ一人でこう座らされて映像を回される時すっごいたどたどしい喋り方にもなってしまうんですけど。人と対 会いたいした時にうわってこう、えー、言いたいこととか言葉も思いつくけどもその言葉より一個前のなんかまだ言葉になってないやつとかがガッてこうあふれ,れた感じになってあんんままりうまくしゃべれないんですよね基本的にそれは、えー、テレビでうまくしゃべるとか、えー、漫才をうまくできるとかそういうのとはまた全く違った能力。 思ったことをその場でうまく言う相手をおもんぱかって言うとかみたいなのが多分そんなに得意じゃなくてそれもうずっとそうです小学生からそうだから友達はあんまりいなかったしみたいなのがまあありつつそういう意味でえ言いたいこととか伝えたいことみたいなのをえ時間をかけて書く方が多分合ってるという えー、そうですね言いたくないですね。<laughs> これは、えー、言いたくないんですが基本的に自分の良くないところとしてこうね今小説を書かしてもらってますけど、まあ、タレントとしてある程度知名度があって、まあ、小説を書かしてもらってるという意味で、えー、免許あんのかなと思ってしまうんです。 私自分自自身に小説を書く免許が、えー、自分たちはラランドというコンビは2019年の「m 1敗者復活戦」に出たりとか「面白そう」に出たりとかっていう、まあ、m 1が多分でかいんですけどそれがある意味、えーまあ、免許みたいなもんだった気がするすテレビに出るための評価されたっていうタイミングだった、えー、それが多分俺は小説ではまだなくて。 こう何か評価されることで免許が欲しいとすぐ思ってしまうっていうここにいていいのかなって思ってしまうっていうのがまず一個あります。小説で評価されたら、えー、小説を今後ずっと書いてていいんじゃないかっていうそんなこと絶対ないんですよ。他の周りの人を見てたら別に評価されてようがされてなかろうが小説家だろうが芸人だろうが誰だって別に小説を書いていいとは思うんですが、こと自分のことになると。 えー、その免許みたいなのにすがりたくなってしまうっていう、えー、こうネガティブな感情がまず一個です小学校の同窓会俺一回も行ったことないんですけど日本で、えー、小5小6と日本で過ごしてそのまあ同窓会にまあ誘われてもないと思うんですが行ったことなくてそれもやっぱ6年間いなかったしなっていう思ってしまう。なんか、えー、自分 がその輪に入れない理由を探してでなんかまあ俺違うしなって思ってしまう節がやっぱりあるうんみたいなのは多分ずっとありますね大学も中退してますしで就職もちゃんとはしてませんし で今29になったんですけどまあ別に貯金もないし家建てる予定もなければ結婚する予定もないですしなんかまあ普通と言われるようなライフステージの変化は全て乗り遅れてきてしまってますのでまあ親と絶縁してるみたいなのももちろんありますしっていう意味で、えー、自分がライフステージからはみ出してしまってる普通の人のこうホップステップジャンプからはみ出してしまってるということを。 えー、たまに寂しくなる時もあるんですけども社会人として働いて、えー、30ぐらいで結婚して車を買って子供が生まれてみたいなのがすごく羨ましく感じる時がやっぱりもちろんあって、えー、両親がめちゃくちゃ嫌いとは言ってますけども、えー、父親みたいな会社に勤めて子供が、えー、自分含めて2人いて家を買って。 車を買ってっていう人生にもちろんその美しさがすごく羨ましくなる日もあるんですもちろんね自分の人生よりもそっちの方が価値があるとは言いませんがそういうものがすごく美しく見えてしまう人間でそうなりたい気持ちがもちろんある、えー、芸人をやってるとすごく普通じゃない人として、えー、見えるし で多分普通じゃないんだと思うんですがでも普通の人がかっこいいと思ってるだからまあそういうのを羨ましいと思ってる時点で俺はこういう生き方をする才能がないのかもなって思ってしまうというだから、えー、そういったなかった人生の憧れを断ち切る断ち切り続けて生きていきたい。 こんだけやっぱ文章がうまい方がそんな人とは違う境遇にいたら面白いものが書けないわけがないというか技術もすごいし体験もすごいからそれはおもろいんですよねどっちもあり続けたい2つなので小説もそうだしお笑いもそうだし自分を愛するしかないんだな。